きちゃん、はい、ラウンドで結構ミスしたりとか、はい、なんだろう、これやっときたいなみたいなことないんですか？ドライバーのさっきみたいに読み方、方向、目標の取り方、目標の取り方、うん、一旦こっち狙って、うん、それからまたグリーンに持っていくみたいなの、自分なりの癖玉に対するコースマネジメントで、うん、はい、そうですそうです、はい、ですね、はい、難しい感じになった。いやいや、でもそれ大事ですよ、うん、せっかくね、ナイスショットしてもミスになっちゃうこととかありますもんね、はい、うん、このホールからじゃあちょっと構えてやってみましょうか。はい、はい、パー3ショートホールだから110だから、あの黄色がもうグリーンなんですか、うん、でもそれでもこれでいかなきゃいこう、いやいやいや、飛びすぎた。さっき7番で100っていう計算でしたよね、はい、ちょっとドライバー150ぐらいね、さっきの前のホールの旗までが165だったんですよ、うんうんうん、で、旗の横まで来てたから、そうですよね、 UTT の6とか、うん、見ますか、はい、はい、一番低くセットしていいです、もっと低くていいですよ、刺さる、ブラジルまで刺します、ブラジルまで行った届いた短っ、はい、で釣りが難しいよ、もう今の今来たあの、あれでしたよね、癖、右に行きやすいんですよね、はい、右に行きやすいです、なのでこっち側狙いますでしょうね、まあ、はい、風が右から来てるけど、それでもそんな強い風でもないから、うん、グリーンの左端狙って目標を取れるように、はい、素振りした後下つくように振りは、でもすごくいいですよ、綺麗ですよ、フィニッシュです、はい、あの左横とかに木とかあるか、ね、のやつでやそうですね、はい、お願いします、お願いします、左行っちゃったらごめんなさいです、全然 OK です、はい、少し近づいて立ち気味でお願いします、はい、ナイス、うん、おー、ナイスナイスオンかな、うん、ちょっとオーバーだけど、でもほぼナイス、ナイスオン、やった、素晴らしい、7番でも届いちゃうんですかね、届いちゃうかもしれない、打ってもう一回、うん、7番アイアンで打ってみます、ね、オッケーオッケー、ちょっと掘っちゃうくらい、いや、いいですよ、これでも、これも、釣りを狙って、うん、どこだ、ちょっと左、ちょっとダフっちゃったのね、うん、もしあれだったらもう一回打ってみます、うん、ボールのこっち側見るといいよね、うん、例えばここ見てるし、うん、ありがとうございます、おー、ナイス、いいんじゃない、あ、7番でよかった、おー、ナイスオン、いや、でもいいじゃん、素晴らしい、ナイスです、ナイスショ、はい、ありがとうございます、いいね、どっちもいいね、あそこから打ちますか、あそこから、はい、そこから、しっかりちゃんとライン読みましょうね、あの、ここにはない、なるほど、あ、そうそう、あ、そういうことだ、ここはカラーだからマークしなくていい、はい、この時も左側を狙った方がいい、ね、そうですね、結構強めの弱めぐらい、難しい、これちょっと強い、また早い、ちょっと早いですね、なのでカップ見て素振りした方がいいです、なんとなく距離感とか色が分かってくる、はい、これかな、いるんだね、普通のコースだったらね、普通のコースだったらもうちょい転がってくれる、ショートコース結構重めだから、自分の素振りを信じて頑張ります信じるの聞いた分だけだ、おー、ナイス、おー、いやいや、でもナイスナイスナイス、ナイス、うん、打ててる、オーバーしたかなって感じですね、うん、優しすぎるんですね、いつも、いつもインパクトの時はちょっと緩んじゃうかなって感じ、これは逆にこっちか、そうですね、若干こっちか、はい、
っぱいできる、はい、今日はあの最後までやってもらっていただいていいですか、うん、ありがとうございます。ナイス、ナイス、やった、オッケー、やっとナイスです。入ったら嬉しいですね、うん、イエイ。なんか課題がはっきりしてきましたね。やっぱパターね、すごいパターの方は相当変わるでしょうね、うん、ショットいいですもんね、うん、あ、ここら辺ちょっと左側を狙って狙いですよ、うん、お願いします。膝曲げすぎず、そう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 、まあまあでもいいでしょう。それでも右行ったけど、はい、保険が効いた、はい、保険が効きました、はい、よし、これ次はあそこが100ですよね。あ、でもここふさふさだから120ぐらいあるってこと。 7? そうね、7で届くかどうか、うん、手前かって、まあコースは基本手前からの方がいいから、はい、うん、しかもそのラフだからアイアンの方がいいですね、うん、ラフだからインパクトはしっかり。行きまーす。はい、お願いします。うまい、すごい、ナイス。あ、間違えた、フィニッシュ、ね、あ、すごいいいところ、また P か A で予想、はい、ナイス、いいね、ナイス、練習の成果出てます。やった、素晴らしい。必ずこれアプローチはこの距離はしっかり乗せられないと100切りとかっていうのはすごい難しいので、まあこの距離しっかり狙うというより最初に乗せるっていうのをやった方がいいですね。行ってみます。はい、ボール右足やや、なんか変なことこいちゃった、ちょっとくにょっとした、オッケーです。もういいね、次。でもまあナイスでしょ、うん、こんな感じです、ね、悔しい、悔しいですね。なんか短い距離が難しいです、ね、ちょっと先生やりましょうか、お願いします。痛いです。やっぱりカップ見て素振りは慣れたのね、こんなもんですよ。で、こうしたくない、はい、こうしたとなんかくにょってなっちゃうから、うん、まーい、おーすごい、ありがとうございます、よかったです。必ずもうここだって、私はこれでいきますっていうのでやった方がいいです、はい、それでミスったら別に、あ、弱かったんだとか、なんかこう漠然としちゃうと何があるのか分からない。カップ見て練習です。それはカップ見ていいんですよ、それでこれを受けるんだなって思って、ピタッと止める、はい、おー、それそれ、全然いい、でも超えちゃうんだ、まあ、でもそういうこと、そういうこと、先生はあのカラーっていうんですね、そうですね、じゃないと寄らないかなと思って、ね、はい、でもこれをカラーに落とすのは結構難しいよ、私もできない、いやー、私も全然今打ちたくないもんね。振り出した、振り、いやいやいや、ミスですよ、やってみましょう、やってみます、お願いします。これ何ですか、 A です、師匠、はい、A であんまアプローチしないんですよね、うん、そう、自分がやるクラブとかありますよね、あ、そんな感じな、あ、でもいいですよ、こんな感じ、うん、感じ出てます、感じ出てます、こうじゃなくてね、そうそうそう、こねないってことですね、こう、はい、フェースをそのまま向けたままこう打つといいかもしれないね、うまい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 、ナイス、うまい、よかったです、打てて、ナイス、さすが、さすがです、いや、6年以上かかるな、あー、緊張しちゃう、ナイスです、これかな、すごい強かった、まあまあでもや、今でもいい、ね、滑り通りにはやった、そう、まあ、もう一回ちょっと、もう一回もう一回行こう、まあ今の素振りは違うよと思う、そう
も今の素振りは大きいよ。なので素振り通りにやったから行った。そうそうそう。やっぱりちょっと右に向く癖があるんでしょうね。はいはいはい。素振りよりも大きかった。うん、あ本当ですか。意外と素振り通りにやるって難しいですね。次は上がっているので。意外とゆきちゃんはこう理論派というか、うん、すごい考えてゴルフをします。結構強めの弱めですよね。難しい表現をしますとして。強めの弱め。ダメだ、ダメですよ、本当だ、そう20センチ引いて20センチ出す、はい、20センチ引いて20センチ出す、はい、そうそうそう、はい、あ、だ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 そう、そう、そう、それ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 その練習をすると、で、今、フェースがもうあっち向いてる、あ、じゃあもうそう、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 早くなんだよ、ゆっくり、そう行ってみます、はい、うん、はい、そう、いい、いいじゃん、ナイス、おー、素晴らしい、ナイス、ナイス、ナイス、まあこれだと OK 出ますよね、首的に、まあでも入れてくださいね、今日は、はい、厳しいです、はい、最後まで、はい、練習は厳しいです、はい、これチョンでいいですよ、ナイス、いいね、いいね、いい音だ、いい音ですよ、ナイスです、え、でも打てたね、打てた、打てた、でもそんな考えなきゃいけないのが、それが自然になるように、はい、あー惜しい、なんでだろう、まあ、打ってあーでもおい、トイ、ナイス、ケイ、来た、 YouTube のこれ小さい、もうちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。